こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人の夏の旅行スタイル参戦というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、今年の夏、めちゃくちゃ暑いですよね。本当にもう35度を超える日が多いので、こんな暑い夏にですね、旅行する方、まあ、どんな着こなしがいいのかなとですね、迷っている方少なくないかなと思うんですね。そこで今回は旅行に適したですね、大人のコーディネートを3つ皆さんにご紹介をしていきたい なと思っています、まあ、旅行の着こなしって実はですね、普段の私服の着こなしとそんなに変わらないことも多いかもしれませんが、まあ、いくつか考えるべきコンセプトがあって、まずはですね、動きやすくて快適だということ、これもすごく重要だと思うんですよね。まあ、一日中移動してたりだとか、外で遊んだりするわけなので、まあ、動きづらい格好っていうのはなかなかしんどいかなと思うので、この快適さも重要だと思いますし、まあ、それだけではなくてですね、ちょっと夜は小綺麗なレストランに食事に行ったりだとか、 日中の着着ここなななしししよりもやや綺麗めな着こなしが適している場面まあそういったところを考慮しながら今回はですね、具体的に3つのコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思ってますので、1つの参考にしながら皆さんなりにカスタマイズをして楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう はい。ということで、まず一つ目のコーディネートから解説したいなと思ってますが、まずはですね、ちょっと小綺麗な着こなしにしてみました。どうでしょうかまあ着てるものをですね、ちょっと解説しますと、まずはですね、ベースになるのは白の T シャツですね。これを一番下に着て、その上にですね、これ、オリーブの半袖シャツですね。これを重ねて着ています。そしてボトムスに関しては、これはですね、ダークグレーのシアサッカーパンツですね。少し表面に凹凸感があって、夏でも快適に履きやすいようなものをですね、着用しています。 で、足元に関しては白のジャーマントレーナーを履きまして、バッグに関しては僕はあんまり荷物が多くないので、まあ一泊、まあ二日ぐらいでもですね、これぐらいのバックパック一個で行っちゃうことが少なくないんですが、こういったものを持ってみました。このような綺麗なスタイルであれば、まず1日目、移動が多い時にはこういったスタイルが使えるかなと思いますし、襟付きのシャツを1枚持っておくことで、ちょっと夜にですね、小綺麗なレストランに行く時にも、やはりこういったものがあった方が、 大人の男性には使い勝手がいいかなと思います。まあ、シャツはですね、いろんなものがありまして、オープンカラーシャツだとか、レギュラーカラーだとか、皆さんが持ってるもので代用してもらってもいいかなと思います。個人的にはですね、オープンカラーシャツめちゃくちゃたくさん持ってるんですが、 オリーブを今回選んでみたわけなんですね。これはなぜかというと、汚れがそんなに目立ちにくいからなんですね。結構小綺麗なベージュだとか、ホワイトのシャツだと汚れが目立ってしまうので、個人的にはガンガンちょっと使いづらいなというところがあるので、オリーブだとか、あとはダークグレーとか、そういったものが意外と使いやすいかなと思ってます。で、半袖シャツを着ることで、まあ、最低限の涼しさは確保できるので、長袖よりは快適かなと思うんですね。まあ、その点このような半袖シャツは1枚あると、トレンドの要素もちゃんと 楽しめますし使い勝手も含めてすごく便利なのかなと思いますで、下にはですね白の T シャツこれはもうラフに何でもいいのでユニクロのものでもいいし無印良品のものでもいいですなるべく気を使わないで着れるようなものを1枚持っておいて重ね着をしながらちょっと襟元から覗かせてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思ってますでこのグレーのパンツなんですけどもシアサッカー素材というところが結構快適で表面の凹凸感のおかげでまあ、リラックス感もありますしそんなにこうシワが気にならないのも便利だなと思います 点なんですね、まあ、こういったものでちょっと軽快にロング丈のパンツなんだけども暑苦しくないようなイメージで1本持っておくと便利かなと思ってます。で、靴はですね結構迷ったんですね。 僕はですね、旅行先に靴を何足も持っていくってことはしないんですね。一足履いてったらそれをですね、数日間そのまま履いてしまうことが多いんですね。ですので、ベースとして持っておきたいのはこのような、まあ、ジャーマントレーナーが使い勝手がいいかなと思ったんですね。まあ、リゾート地だったらサンダルもいいんですが、サンダル一足で全部を回すのはなかなか難しいので、まずはベースはジャーマントレーナー。どんな着こなしにも合うので、これを持っていって、ちょっとこうリゾートで海に行くときには、 B3 みたいなものを持っていけば、まあそれで十分かなと思うので、ベースはこの白レザースニーカーでいきたいなと思います。そしてまあこのようなリュックですね。まあそんなにこう荷物量は入らないんですが、これで大体22、23リッターぐらいが入るようなアンドワンダーのバックパックですね。こういったものを背負っていけばですね、結構両手が開くので、まあ便利かなと思いますね。まあどれも日常使いできて、なおかつ旅行の際にも快適で、そんなにこう汚れを気にせずガンガンに使えるようなものなので、ぜひこういったコーディネートも参考にしたがらですね、 夏の旅行を楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて二つ目のコーディネートなんですが、今度のコンセプトは、大きな荷物を置いて、ちょっとした外出をホテルからする際に、ラフにですね、着こなしたいようなコーディネートになっていまして、まず上半身はシンプルな白ベースの T シャツに対して、少し鮮やかな オレンジですとかレッドの入ったようなプリント T シャツですね。これは先日もご紹介しましたが、ビューティーユースとトランジットというですね、旅の雑誌のですね、コラボレーションの1枚になっていますが、まあ、旅とすごく相性がいいような T シャツなので、こちらをちょっと着たいなと思ってメインに添えてみました。で、ボトムスに関しては僕が大好きなブラック系のイージーパンツですね。 これはですね、昨年ビューティーユースで同じく購入したものなんですが、まあ、シャカシャカ素材で肌にベタっと貼り付かなくてですね、すごく快適なんですね。シルエットとしては少しですね、ゆとりがありながらもテーパードが効いてるというようなものになってまして、こういったものだとコーディネートもしやすいですし、快適で汚れも気にならないので、すごく便利かなと思います。まあ、こういったイージーパンツを合わせて、足元はですね、今度はサンダルを合わせました。まあ、あまりこう、大人の着こなしなので、カジュアルにしすぎない ようにですね。今回はビルケンシュトックのサンダルを履いています。まあ、あくまで海に飛び込むような感じではなくて、ちょっとリゾートっぽさを意識したようなコーディネートなので、このようなスエードのサンダルぐらいがまハ、あ、マりがいいんじゃないのかなと思いますね。そしてなるべくですね。荷物量は少なくて楽に。 歩きたいので、トートバッグですね。ちょっとこのようなスエードタッチのネイビーのですね、トートバッグを持つことで、大人っぽい雰囲気を出しました。これは自分のところのですね、オリジナルで作っているトートバッグなんですが、このような形で、旅先で荷物を置いた後にですね、気軽に歩きたいなと思ってますね。で、夏はもう日差しが眩しいので、このようなサングラスですとか、カラーレンズの入ったメガネはもう必須なので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、夏のテンションに合わせながら、こういった小物も楽しんでいただけると、より旅先のコーディネートとしてはですね、 ね、ふさわしいんじゃないのかなと思うので、トライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしなんですが。 こちらのコンセプトは、思いっきり外で遊ぶよう着こなしですね。こういったコーディネートも一つ持っておくと、夏の旅行にはですね、めちゃくちゃ便利かなと思うんですが、もうシンプルに、半袖の T シャツ、短パン、そしてサンダルという組み合わせですね。大人の男性にはめちゃくちゃカジュアルに見えるような着こなしで、まあ失敗するとですね、退屈に見えたりだとか、カジュアルに見えすぎてしまうんですが、まあいくつかポイントを押さえていただければ、十分こういった着こなしも成立しやすいかなと思っています。まず T ですが、シンプルな無地の T シャツなんですけどもあまりカジュアルに見えすぎないように綺麗な色のものを取り入れてみました今期のグリーンレベルさんとコラボレーションして作った深いグリーンのですね T シャツなんですがこのように色自体が綺麗だとあまりですねカジュアルすぎる見た目にはならないのでぜひです、ね、皆さんにもこういった色試していただきたいなと思うんですねブラックだとかネイビーでもいいんですがかなりシンプルに見えてしまうのでアクセントを添えるという意味でこういったダークグリーンを取り入れてみました他にも ライトブルーですとかそういったカラーで綺麗なものをですね取り入れるのもいいかなと思うのでぜひトライをしていただきたいなと思っていますでボトムスはですね今期ビームスとグラミチがコラボレーションして作ったですね短パンなんですが丈がそんなに短すぎないというところが気に入っていまして裾幅もですねちょっとですねワイド気味になっているというところが今っぽい雰囲気で個人的には気に入っていますねで色に関してはこの短パンもですね様々なバリエーションがありますがブラックでなるべくシンプルに振ってあげた方が 大人の男性には似合いやすいかなと思いますね。まあ、このような形で半袖短パンのコーデを作りつつ、足元はですね、もう砂浜でも存分に使っていただきやすいような、ウーフォスの、いわゆるもう土定番のサンダルですね。このようなブラック系のもので、ある程度色を引き締めてあげれば、そこまでカジュアルすぎないかなと思うので、ま、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。そして、小物使いがすごく重要だと思ってまして、夏の日差しめちゃくちゃ暑いので、僕はこのようなハットですね、もう間違い。 なんだかんだで、ハット系の中で一番バランスがいいかなと思っているので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思います。ある程度深さがあって、しっかりとですね、つばの広さも取っているので、意外とどんな方にも似合いやすいので、まあ帽子というとなかなかですね、食わず嫌いしている方も多いかなと思うんですが、まずは試着からしていただきたいなと思います。見慣れてくると、めちゃくちゃ便利なアイテムですし、シワにもなりにくいので、 旅行用のバッグに軽く入れていくのもすごく便利かなと思うので、ブリマーハットはですね、旅行先にはめちゃくちゃ必要なアイテムかなと思っています。そしてあとはもうカラーレンズをしていただければ、着こなしがある程度成立するかなと思います。めちゃくちゃカジュアルな着こなしではあるんですが、色の数を絞っているというところ、ブラックをベースに作りながら差し色のダークグリーンを入れることで、ちょっと小綺麗な雰囲気にもなるので、ぜひこういった着こなしも皆さんトライをしていただきたいなと思っています。 はい、ということで今回の動画では大人の夏の旅行で参戦ということでお届けさせていただきました。どれもリアルで使いやすいかなと思うのでぜひ皆さん試していただきたいなと思います。改めて整理すると旅先であると便利なアイテムというのはまずトップ3に関しては 半袖シャツですね。これは絶対あると便利だと思います。そして T シャツに関しては、白ベースのプリント T シャツですとか、あとはですね、ちょっと綺麗な色の T シャツだと1枚でも便利なので、この3種類があるとすごく便利かなと思います。で、ボトムスに関しては、まあ、いくつかパターンがあるんですが、まずはブラック系のショートパンツ、これがあるとすごく便利だと思いますし、あとはロング丈のパンツに関しては、 ブラックのイージーパンツか、もしくはシアサッカーのグレー系のパンツとか、このあたりがあると便利かなと思います。で、靴に関しては、 白のジャーマントレーナーが一足あれば、それだけでこと足りてしまう方も多いかなと思いますし、あとはウーフォスに代表されるような、まあ楽なサンダルですね。こういったものがあるとすごく便利だと思いますし、まあサンダル1個で乗り切るのであれば、ビルケンシュトックのサンダルみたいな、レザーを使ってもだと一足だけでもですね、回すことができるかなと思います。そして最後にバッグに関しては、シンプルなバックパックですね。まあ僕はアンドワンダーのですね、最近買ったこのバックパックがお気に入りなので、こういったものをですね、使いながら旅行に行くようにしてるんですが、 こういったものを持っておけば、まず間違いなくですね、旅先のコーデ楽しんでいただけるかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思っているんですが、もう少し中級者向けの アイテムですとかコーディネットの解説に関しては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか動画を見る時間がないという方のために、なるべくですね、コンパクトに読めるような記事をですね、オンラインサロンで執筆をしています。だいたい一記事ですね、1分前後で読めるような分量で、おすすめのアイテムですとかコーディネットの解説を行ってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの小山俊でした。 また次回の動画もお楽しみに。